品川市長は記者会見で、来年の市政施行100周年に合わせて開催される記念事業の内容などを発表しました。次の100年を目指して何をやるべきか、そして何が課題となっているかということをお互いに市民の皆さんと共通認識させていただこうというものでございます。郡山市は来年市政施行100周年を迎え、年間を通してさまざまな記念事業が予定されています。その一つが郡山市フロンティア大使の人気グループグリーンによる100周年記念楽曲の制作です。次世代を担う Z 世代から募ったメッセージをヒントに制作され、来年9月のお披露目を目指します。また来年11月の記念式典での市民とプロの演奏家による音楽祭の開催も発表されました。式はフロンティア大使の本名哲司さんで、11月3日に県心郡山文化センターで開かれる予定です。オープンファクトリー郡山2023が開かれ、子どもたちがものづくり体験などを楽しみました。このイベントは市内の町工場について地域の人たちに知ってもらうほか、人手不足に悩む町工場を就職先として考えてもらおうと去年から開かれています。2回目の今回は10の企業などが参加し、コンクリートブロックの型を作る北斗型枠製作所のブースでは、工場から出た廃材を使ってアート作品作りが行われました。また国際ビジネス公務員大学校の学生も参加して、 SNS での告知などにアドバイスをしたほか、子どもたちのアロマキャンドルやキーホルダー作りを手伝うなど会場を盛り上げました。自分で物が作れるっていうところ、貴重な体験だなって思いました。オープンファクトリー郡山は来年も秋ごろに開催する予定だということです。認知症への理解を深めるオレンジカフェが市内の介護施設などで開かれています。オレンジカフェは認知症の人やその家族、地域住民など誰でも参加して情報交換ができる場として開かれています。デイサービスセンターポエムでは8年前から毎月オレンジカフェを開催していて、この日も参加者が介護の悩みや現状などを相談し合っていました。発散したりすることもあるんでしょうけど、そういったことも含めてすごくいいです。それぞれ経験してきたあのメンバーの皆さんも情報を交換できるので、すごく役に立ちます。オレンジカフェは市内6カ所の施設で毎月開かれていて、ポエムは来月17日です。詳しくは地域包括ケア推進課に問い合わせるか、広報郡山をご覧ください。